後ろの人は字が細かくて分からないかもしれないですね、まあ、なるべくまだこっちの方は空いてますんで、えー、前の方に詰めていただいたらいいと思いますし、えー、お配りした資料も届いている人は見ていただきますと、一番最後のところに、まあ、これも小さい字ですけど、えー、皆さん、若いから見えると思いますが、えー、経歴が書いてあります、で何やってたかというと、主に環境省という役所で,です、ね、ずっと仕事をしていました。 であのここにも書いてあります経済職って書いてありますけど、市家はまあ経済で入ったんですが、まあ、別にお役所とは別に法律で入ろうが、理科系で入ろうが、まあんまりいいそう仕事が違うということではないんですけれども、まあ、主に何やってたかというと、その環境と経済、環境経済学みたいなことを生かして、えー、なて言うんでしょうね、環境に取り組んだ方が、もかるような経済。これからの おそそらく勝ち馬だとと思うううううんですがそういいうい経済づくりというようなことをやっていました、まあ、特にこれからあとでちょっと申し上げますけれどもいろんな人が参加して環境を良くするそういうような仕組み作りがとても大切だなというふうに考えておりましてそういう観点でいろんな法律を作ったりとかその法律の実行するというようなことをやってきました。えー だだんだん資料残りがなくなってきているかと思いますがあのもしなくなってしまったら申し訳ないんですけど隣の人のを見たりしてください後であとでホームページにアップして、えー、手に入るようにしますので安心していただければと思いますそれからメモ欄がついてますけどあの実際に今日用意しているスライドよりもお配りしてる方がちょっと少ないと思うのでむしろメモをしていただいてもうせっかくですから 環境のことを考えていっていただければというふうに思います、えーまあ、そんなことで環境をやってたんですけれどもこの大学でもとってもこの環境の問題もともと大事だと思って環境情報学部っていうふうに名前をつけたんだと思いますけれどもまあこの環境の話が出したということでですねいろんな学生さんとこの問題をディスカッションしたり あるいは研究をしたいということをやっているところであります。であの特に環境の問題が本当に大事だなっていうふうにみんなが思い出したその直接最近のきっかけっていうとやっぱり3月の11日の東日本大震災だ,だったと思うんですね。えー、これをまあ境目にしておそらく その例えばエネルギーの観点で言えば大きな発電所から、まあ、エネルギーをご家庭までボーンと入れる上から下へそういうふうに一気通過エネルギーを流していくでそれで終わりという仕組みというのはおそらくなかなかうまくいかないなもっときめ細かい仕組みこういったものを作っていかなきゃいけないということがおそらくはっきりしてきたと思いますしい大きな発電所というのは必ずしもその エネルギーを使うことに伴って起こるかもしれない社会的費用っていうんですがちょっとここではならないかもしれませんけれども必ずしもそのエネルギーを使う人作る人が支払っていない社会が支払わなきゃいけない費用今回事故なんかでいろんなことが起きましたけれどもそういった費用ですねこれがあるということがみんな分かったと思うんですね。違う仕組みにいいかななきゃいけないこれがまあ 基本だと思いますちょっと <laughs> 私も4月ぐらいに歯医者さん行ったんですけどこの春から、えー、初夏ぐらいで歯医者さん、えー、今まで行ってなかったけど行く行った人っていますいや私で行きましたけどそういう人ちょっと手を挙げていただけますか。あんまりいないああ結構いますね。あそうですか。で私の場合はですね歯医者さん行って虫歯になったって言ったらですね歯医者さんいろいろ調べてくれていや 虫歯じゃないって言うんですねじあ何ですかって言ったらどうもその地震のあと、うん、ギュッとその歯を食いしばってですね暮らしてるとなんかあのー、そういうことになる人がすごく多いんだそうですでそういうことで歯医者さん来て、えー、虫歯でないけど歯が痛いって人は結構増えたということなんですがやはり知らず知らずにですねいいろろんなところでこでういった 新しい、まあ、今の今の中はなかなかうまくいかないなと新しい仕組みを作っていかなきゃいけないなということは、えー、いろんな人に実感されたというふうに思います、まあ、そういうことでその特にまあこの SFC っていうのは前の先生のお話も続けて聞いていらっしゃる方はお分かりかと思いますけれども現実の問題を取り上げてこれを解いていこうそういうその問題オリエンティーっていうのは問題が先にあってそれをなんとかしようとこういう 発想のところでありまして、まあ、今のこの3.11以降のエネルギー環境の問題というのはちょうど SSC にはふさわしい問題だ、えー、期待される問題だというふうにも思います、まあ、その中で私やってることは大体こんなことで国内の環境政策そして地球政策それから特に優れた環境取り組みを発見してって、まあ、あの学生さんには環境取り組みの、まあ、目利き ききってかかりますかねあのいい悪いがよくわかる人そういう人になってもらいたいということでやっていますそのほかたまたま環境省からその事務次官とかやっててそれで辞めてこちらに来たもんですから今何て言うんですかねどこでも節電しなきゃいけない15%削ろうとかいうことになってますがそういう節電をするのは得意だろうということでなんか節電本部長とかいうのにさせられております。 水撒いたりしてるんですが幸い今日はそんなに暑くないんで,ですねいいんですけど皆さんも水まいてみると面白いですが水まくとやはりその気化熱といいますか水が蒸発する時の熱で随分環境が冷えるそうすると冷房負荷っていうんですけれども空気を冷やさなきゃいけない程度が減りますからその分電気がいらなくなるこういうようなことですねそれからこの緑のカーテンなんていってこれ小さいまだ苗が 最初にこうよじ登り始めたときの写真ですけれども、えー、1ヶ月たっ,ったかぐらいですかね、そこのところで、後で見て,ていただきますとわかりますが、結構この半分以上にも上がってます、まあ、皆さんの学校でもこういうことやってると思いますけれども、あ植物って偉らいなあと思います、まあ、こんなようなことも、えー、教育とか研究のほかにやっていると、こういうことであります。 さて、その大学で学ぶとはどういうことかということでありまして、これ辺はあの、あるいはそこに配った紙でもあるかもしれませんけれども、基本的にはやはり自分の頭で考える、またその自分の頭で考えられる人を作る、これがポイントなんですね。で、特に環境問題っていうのは、これだけいろんなところで大きな問題、あとでいろいろ申し上げますけれども、なっているということは、やはりその解き方っていいますか、解決の仕方がまだまだ分かってない、こういうことでありますので、これからあまあ、 考えてこういうやり方で問題を通していったらいいんじゃないかなということをやる必要やるべきことものすごく多いというふうに思いますその中でこの KO の SFC はこのキャンパスのキーワードが書いてありますが自立分散そして協調こういうことですがこれ自身が割とそのなんていうんでしょうね環境そのものを言ってるような私は気がするんですけれども まあ、そういう,う環境に親和性が高い、親しみがある、そういうキャンパスで問題を解くのにすごくいいかなと思います。で私、個人的にはこういう人がこれから大事だなというふうに思っております。えー、こういう人をそのう人材を作って、そう市街の中に送り出すことができたらすごくいいというふうに思っております。特に環境問題の絡みで言いますと、あの問題はどんどん新しい問題が起きてくる。 そういうことで今までのアプローチ今までの見方ではなかなか取り組めないということでありまして新しい見方のできる好奇心のある人こういう人を作っていきたいというふうに思っています、まあ、何でもかんでもアップアップして追いつかないっていうんじゃなくて広い心でいろんなものを興味持ってくれるこういうことだと思いますねそれからそもそもその環境というのは実は後で申し上げましたつながりなんですね いろんなものやことのつながりでありましてそれを理解できる想像力がある人っていうのがやはり大事だというふうに思っております。でそれから問題はは人でで解決できませんで特に意見を出たような人はいろんなところでリーダーをやってもらわなきゃいけないとこういうことでありましてでリーダーってどうやったらできるかっていうといろんな人のことを理解して、まあ、包容力がある。 そういうういこととがすすごく大事だと思うんですね、えー、組織であるということになりますとこの包容力なんては大事だ、まあ、こういうような人ができてったらいいなというふうに考えていますまあ前置きはそんなところで、えー、この本題に入っていきたいと思いますけれどもエコ環境自然ってこれは何なんだろうで今日はあのたった50分の講義ですし他にもいろいろ皆さんせっかく慶応に来てね あの見ていきたいこと知っていきたいことあろうと思うんで、えー、この短い講義では、えー、たった一つまあ、これだけ、えー、環境って何だろうとエコって何なんだろうということだけですねあのー、理解して,ていただければまあ、それでも収穫かなというふうに思っております。本当はあ学校では、えー、困っていますけどねあのそれぞれの科目で、えー、15時間とかで15時間 ということないな15回かける1.5時間ですか結構大学の講義って長い90分授業ですから長いんですけどまあそれを15回ぐらいかけて、まあ、おいおいこういうのが分かればいいかなということなんですけどももう今日は特別に結論からですねこの環境って何だろうということを理解していただきたいというふうに思ってますで、これお手元の紙もあると思いますな、ね、い人はまたさっき申し上げましたように えーとホームページ今日のホームページかなんかでアップして手に入るようにいたしたいと思いますがそもそもその昔ちょっと前まではこんな感じだったんですね、えー、環境からいっぱい大事なものを取り上げて人間が使って、えー、ゴミとして捨てるということで環境自体も壊れるし巡り巡って人間もやられてしまうこれがまあかつてのいわゆる公害とかそういう時の関係でこれじゃいけないっていうことでだいぶ環境が良くなって。 たのは皆さんはもう環境よくなってから生まれた人が多いから知らないかもしれませんけど、えー、皆さんのお父さんお母さんの世代だと結構煙もくもくとかそういうのあ知ってると思うんですねでその頃ろはまあこんなような感じがあったんですが今だいぶ良くなってえこんな感じです、えー、資源を取り上げる量も減りましたし減りましたってことはまあ 実はなくて人間の数増えちゃってるんで世界全体を見れば増えてると思うんですけれどもおそらく一人頭の人間が使ってる量特にと、えーまあ、このお東日本の震災の後の世界なんか見ていただけば分かりますけれどもみんな節約してて無駄が省かれてきたこういうことで、えー、まあ先進国ですね日本とかそういうところでは一人頭の一人当たりの 天然資源の消費量減っていると思いますでまただいぶ多くの量をリサイクルしてるんですね。これもさっきの授業なんかでもしかしたあったかもしれませんけどこれからの世界秩序ということになると例えばそのレアアースとかですねそういう貴重な資源を誰が開発して握ってそしてそれをどういう作戦で売っていくかというのは大きなポイントになると思います。でそれにに対抗するために日本では このリサイクル技術っていうのはものすごく発達させてるんですね、えー、都市鉱山っていう言葉知ってる人います、えー、知ってる人いますかね？はい、偉いですね。そうなんです。実はですね。例えば携帯電話ありますよね。携帯電話この辺にありますけど、これ携帯電話の中に入ってる。例えば金みたいなものは、えー、金の鉱石よりも密度が濃く入ってるのね。だから、えー、都会のゴミって資源なんですよね？ でそのぐらい大事なものが集まってるんでこれをリサイクルしていくなことでかなり環境問題はあ軽くなってきました。